皆さん、やっさーやっさー、男女ツインボーカルユニットやさぐれナイトのゆみとゆうとでございます。どうもということで、はい、4月3日水曜日夜8時から放送、ミッド FM761 やさぐれナイトの水曜日はやさぐれ気分第79回目がオンエアです。この番組の視聴方法はこちらのリンク、もしくは下の説明欄の方にリンクを貼っておきますんで確認よろしくね。お願いします。ということで、はい、先日バーライブも終わりましたけれどね、うん、はい、約1年ぶりのね、本当になのでセッティングそのまんまでございますこれ、はい、ね、うん、もうちょっとこのままにしていこうかなと、一回一回片付けるのもちょっとしんどくなってきたし ね、うん、ね、おじさんおばさんねおばさんね、あどうでしたかバーライブ1年ぶり。あ、1年ぶりのバーライブね、うんうん、名古屋で歌うのも今回初めてだな。そうなんだよね、今年初めてな名古屋ってか、なんかこう、うん、10年やってきてこんなにスロースタートな年って今までなかったんじゃないかな。ないない、だいたい1月2月3月ってドドドドドドってイベントが入ってたので、まあ今回はいろんなこともあってね、まあ10周年ということで10周年のライブにちょっと専念をしていこうというか、単独のライブに専念をしていこうということでね、ちょっと去年から少しあのイベントを減らしては来てるんだけど、ちょっとやっぱ寂しいな。あんまりないと、まあ寂しいよね。なんで皆さん、ね、じゃんじゃんねイベント呼んでくださいということで、どうでしたって。どうでした？そうだね。なんか久々にちょっと歌う曲とかもあったし、なんかなんだろう。改めてちょっと新鮮な気持ちでできたかな。ほう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 、なるほどね、うん、もうよくだって10年ぶりぐらいに歌うような曲もあったわけじゃん。あったね、カバー曲でもな。そうそうそう、そうなの。まあ俺も初めて歌う曲もやったしな。ああ、そうか、ライブでな。そうだね。まあでもやっぱりいいね、うん、ここでやるライブはねものすごくねアットホームなんですよ。そうだよね、お客様がね、こう本当になんかこう一緒に口ずさんでくれたり、ああ、ね、迷惑だからやめてって言ったのにな麻婆さんじゃないけどな。まあでもあの麻婆さんの MC 借りたらちょっとウケたで、うん、よかったと思って、あれでウケんかったら麻婆さんに申し訳ないと思ってさ本当だからお客さんが会場で入ってきて、はい、でまあライブ前、うん、もう盛り上がっとったな、宴会になっとったな。なんかね、なんか宴会みたいになってたね。初めましての方たちが何人かお見えになって、ね、シンガーなんですか、何々やってるんですか、どこなんですかみたいな感じでな、ちょっと俺らお客さん同士が盛り上がってね、俺らポツンとしてたもんな。そう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 、あれはいいね。でもね、でライブ中もなんかいろいろこうやって近いから、ね、いろんな話ができたりとかね。そうそうそう、あ、ね、まあホームなのでね一応ここが、そうです、なんでまだ来たことのない人ね、はい、ぜひぜひあの5人以上で来ていただければ、あの私たち貸し切りとして、うん、歌わさせていただきますんでね、うん、邪魔やったら邪魔って言ってね曲数ちょっと少なめにして、うん、そうね、でも一応歌わないとねライブ営業っていう形でしかしないので、はい、うん、その後好き勝手に宴会してもらって構わないのでね、はい、なんでぜひぜひご来店お待ちいたしております。お待ちしてます。ということで4月第1週ですよ。はい、第1週はタイムスリップミュージックのコーナーです。我らやさぐれナイトが時空を超え、うん、その時の年代のヒット曲をお届けするということでね、やってますけども、はい、今回ゆみちゃんがねセレクトするんですけど、もう忘れてる。じゃあのね、何年にタイムスリップするの。あ、そう、何年は分かってんだ。そうだろ。あっはっはじゃねえ。はい、この前も言ったじゃん。そうだって。でも何月？いいんじゃないそれは。何月は。あ、いいんだよ。4月なんだ。はい、4月なんですよ。分かってるよ。そんなみんな分かってるよ。YouTube 見てくれてる人は分かってるよ。そうね。あんただけでは把握してないの、はい、大体。本当だ。あ、ということで、はい、どの年代にタイムスリップを。2014年の4月にタイムスリップ。ああ、
隣盛り上がっとんな今、ね、シングルベッド歌ってるないやいやいや、ということで2000年の4月、はい、うん、じゃあ2014年、あ2014年な、自分じゃん2000年、ごめんごめん、今一応隣で鳴ってるのが耳に入ってきてね、うん、俺ちょっと歌いそうになっちゃってさ、でも著作権で引っかかるからさ、うん、歌えないしさ、今後ろでやさぐれの曲かかってるから、だからギリセーフなのよ、あそうなんだね、かぶってるからね、はいはい、うん、ということで2014年ですよ、10年前、はい、うん、どんな曲を、ドリームファイブの妖怪体操第一、お流行ったよね、踊ってなかったか、踊ってない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 、妖怪ウォッチっていうのが流行ってたのは知ってる、そうそう、それは知ってる、そうそうそう、うん、それの歌ね、妖怪体操第一っていうのは、うん、多分聞いたことはあると思う、ヨーデルヨーデルヨーデル、あそれね、そう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 、ヨーレッヒー、違うってさな、違うって言われてるよちょっと微妙に出なかったけどね、出てないね、うん、難しい、練習してないとね、これから練習しますけどね、いやこの曲じゃないよそれが流行っとったんだね、そう流行ってた、流行ってた、珍しいね、あんたがこんな曲をセレクトするっていうの、いやーね、甥っ子がそれこそ好きでさ、妖怪ウォッチ、ほう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 、がでがが、はい、でそんな買ったことない、なんかその妖怪体操第一っていう、うん、その踊りも、うん、なんか DVD 見てやってたのよ、へえ、甥っ子がね、へえ、それしょっちゅうかかってるからさ、耳に残るじゃん、ブートキャンプみたいに踊るの、いやなんかよくわからん、あそう、よくわかんないけど、あ、うん、へえ、まあアニソンって強いよね、だけどね、まあそれはそうだよな、まあ、やさぐれでかかる曲ではないような気もするけどまあそれもやさぐれだわな、そう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 、そうなんです、はい、ということで楽しみにしておきましょう、はい、そしてそして4月3日にオンエアするね、うん、リクエスト曲でございます、はい、いますけれども、うん、いますけども、ギリセー、はい、東京都清瀬市にお住まいのよもぎケーキさんからなんだって噛んだな、よもぎケーキさんからリクエストいただきました、ありがとうございます、沢田研二で甘い戯れをお届けさせていただきます、うん、あこれ1974年ですよ、74年、あなたよりもだいぶ過去にタイムスリップしてる、ね、本当だね、ありがたいジュリーいいね、この前のライブでもね、うん、話してたでしょ、してたね、ジュリーの話してた、ジュリーの話してたね、 あれどんな流れだったっけ同じこと言ってる、秀樹からで始まったんだよな、秀樹、あ、多分あれだよ、森山直太朗さんから始まって、うん、森山良子さんに行って、うん、でその後西城秀樹さんに行って、うん、その後沢田研二さんに行ったんだ、あそうで俺が下の名前しか言ってないから、うん、秀樹とか、ね、ケンジとかって言って、うーん、でお客さんが誰秀樹って、誰ケンジってって話で、うん、バーって盛り上がってて、あジュリーだよみたいな、ね、そう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 、あそうだそうだ、この前ちょうどライブでも出てたから、うん、ちょうどリアルタイムな曲だ、うん、本当だね、甘い戯れか、私は聞いたことないな、分からん、曲がかかってきたら聞いたことあるのかもしれない、うん、あとはちょっとね、よもぎケーキさんから素敵なメッセージもいただいたので、うん、そちらについてもちょっとね、説明して、うん、うちらがどうかっていうところもちょっと付け加えながら、ね、はい、お届けしようと思いますので、お楽しみに、楽しみに、そしてやさぐれナイトが独断と偏見でお届けするやさぐれジュークボックスはゆうとの担当です、はい、まあ、おいらが担当の時はおいらがやさぐれナイトのライブでカバーさせていただいた元曲をお届けするということでね、はい、やってますけれども、うん、今回はまだまだあるね、まだまだあったね、ね、まだまだあるね、ほんと過去の第1回からやさぐれナイトのセットリストをずっと見返してたらね、うん、あるね、あるでしょ、ある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 、オンエアで過去のやさぐれチャイナの方でかけた曲も入ってはいるんだけど、うん、あるね、まだね、あるでしょ、 あのね、ダウンタウンブギウギバンド、うんうん、でさ、うん、俺ら
最初の頃さよくやってた港の陽子横浜横須賀カバーさせていただいてる、うん、こんなのそうサングラスかけてな今思えば本当学芸会だったな。でもあれはあれでかっこよかったと思うんだけどね。いやだってさ、うん、あの後に、うん、生宇崎竜道さんの港の横横浜横須賀を聞いたらかっこよかったな。もうめちゃめちゃかっこよくてかっこよかった。もう何やってたんだろうって思っちゃったもんね。歌歌ってんだよでもそこからさ、うん、言うたら港の陽子横浜横須賀歌わさせていただいて、うん、その後にカッコマンブギをカバーさせていただいて、ね、でその後に歌った曲、うん、あそう、うん、ダウンタウンブギウギバンドでは3曲カバーをさせていただいてるんですよ、うん、ね、うん、まあうちら宇崎さんが好きなので、うんね、うん、かっこいいもんな。かっこいいね。歌も渋いしね。なんだろうな、ほんとかっこいいね。かっこいいとしか言いようがない、うん、ああいうお父さんが欲しい。あどうなんだろうね。なんで分からんじゃん。そんな仲良くお話をさせてもらったことがないわけじゃん、うん、もしかしたら違うかもしれんよ。あそう、いろいろこういうところで発言するとね問題が出てくるかもしれんで、ちょっとそういうことは喋れんけど、うん、あんなことやこんなことするかもしれへんで。そうなの、分からんそれは。真相もないな、うん、そうだな、俺がするからそうやって思うんだよな。そうだね、まあ、そうだよでねえじゃねえよということで何か知らんけど、はい、お届けする曲は、はい、お届けする曲はダウンタウンブギウギバンドでスモーキンブギをお届けします。スーパッパだな懐かしいね。やったな、やったね。あ懐かしいです。俺これ意外に好きなんだ。うーん、だけどね、ちょっとなんでそのスモーキンブギをかけるかっていうと、うん、ちょっとオンエアの方で少しちょっと説明をさせていただいて、うん、でさらに俺の次の、はいはい、あれ面白ミュージック、面白ミュージックね、あ、はいはい、いっぺん聞いてみやーのコーナーでね、うん、ちょっと続けてかけようかなって思ってる曲があって、あそうちょっとシリーズ的になるので、ちょっとオンエアをちゃんと聞いていただいて、うん、次の俺の担当の、うん、いっぺん聞いてみやをね、うん、面白いでいっぺん聞いてみやを聞いてもらえると、うん、ちょっとつながった感じでいけるかなと思いますんで、うん、まあでもオンエアね、ダウンタウンブギウギバンドのベストからちょっとチョイスさせてもらってるので、うん、懐かしい音源が聞けると思いますんで、うん、お楽しみに。楽しみ。それではお待たせいたしました。4月一つ目のキーワードはゆみちゃんなんですか。一つ目のキーワードは照葉樹林の書。あ、書できたのね。書。ちっちゃいようはもう言わんくなったの。だってなんかちょっとあれかなと思ってちょっと書にしてみた。あ、はい。なんつったの今。照葉樹林。照葉樹林。はい。鐘の音。違うわ。それは諸行無常か。お酒の名前ですよ。照葉樹林っていうのがあるの。はい。へえ、どんなお酒の種類なの。あのね、グリーンティーの。おリキュールをウーロン茶で割ったもの。あ、カクテルの名前。はい、それを照葉樹林。樹林っていう。まあ俺基本カクテル飲まないから。そうだね。でも、なんで可愛らしいの飲むんじゃないの。違うよ。まあそれはちょっとまた今度言うわ。すげえ面白いのがあってね。まあ今これ YouTube 見てて、その当の本人は、うん、やべやべって思ってると思うけど。ねえマサさん。思ってると思うけど、ちょっと面白いネタがあってね、はい、うん、それはちょっとこの別で撮ろうかじゃ、別でね、うん、せっかくだからな、はい、うん、ということで、はい、そういうお酒があるんですね。ちょっと今度バー行ったら頼んでみるわ、うん、照葉樹林 ね、はい、おということで皆さん、はい、4月一つ目のキーワードは照葉樹林の書、2文字だからね、書なので、はい、しっかりメモしておいてくださいということで、4月3日水曜日夜8時から放送、ミッド FM761 やさぐれナイトの水曜日はやさぐれ気分をお聞き逃しなく。それでは皆さん今夜も
やさぐれチャイナ。今隣の店は Get Along Together がなってます。バイバイ。チャンネル登録よろしく。